ブレインボーによるマウスの脳の画像レイクトマンセインズ2008ブレインボーは蛍光タンパク質によって脳内の一つ一つの神経細胞が隣り合う神経細胞と区別して観察する手法であるそれぞれの神経細胞に緑色蛍光タンパク質から派生した赤緑青の蛍光タンパク質を異なる比で発現させることでそれぞれの神経細胞を異なる色で標識することが できるこの手法は脳内の神経のつながりを研究するコネクターミックスの分野に多大な貢献をもたらした。神経経路に関する研究はホダラジーとしても知られている。この手法は2007年の春にジェフ・ W ・レイクトマンとジョシュア・ R ・セインズによって開発された。彼らは共にハーバード・ユニバーシティのモレキュラーセルラーバイオロジーの教授である。 彼らはこの手法でマウスの脳を染色し、2007年11月1日にジャーナルネイチャーで発表した。近年ではこの手法は、ドローサーファラ・マラナガスターやシーノー・ラブディティス・エリゴンスなどの他の生物に対しても応用されている。既存手法では、少数の神経細胞しか標識することができなかったが、この手法は100以上の神経細胞を同時に異なる色で発光させることができる。 ブレインボーによる画像は、サイエンスフォートグラフィー・コンピティションスの賞を受賞した。A、ブレインボー・オブ・マウス・グアランツ・フロム・スミス。2007、ブレインボーのニューロイメージング技術は、2007年に、ハーバード大学の研究グループによって開発された。彼らは当時セントルイスのワシントン大学に勤めていた。この研究チームのリーダーは、ジェフ・ W ・レイクトマンとジョシュア・アル・セインズであり、彼らは、 分子細胞生物学を専門とする非常に有名な教授であった。チームは二大会プロセスによってブレインボーを作成した。まず、3、4色の異なる蛍光タンパク質を発現するジェネティックコンストラクトを生成した。これらの蛍光タンパク質は同時に発現させることができる。次に目的の種のゲノムにその遺伝子を複数導入した。結果として、 それぞれの細胞は異なる非の蛍光タンパク質を発現させる。よって、それぞれの神経細胞は異なる色相を持ち、それぞれの神経細胞を標識することができる。ブレインボーは、ゴルジ染色や大イ,インジェクションなどのより古典的な神経画像化技術の改善として開発された。これらの古典的手法は、脳内の神経回路の複雑なアーキテクチャを視覚化することが困難であり、 二色か三色の染色が限界であった。対してブレインボーははるかに柔軟かつ詳細な染色が可能であり、神経細胞の一つ一つをおおよそ百の異なる色相で標識することができる。これによって研究者は樹状突起と軸作の振る舞いまで識別することができるようになった。このように神経のつながりやパターンの詳細の観察が可能になったことで、研究者は 神経細胞の相互作用と生体の行動や機能の関連性にまで研究することができるようになった。故に、ブレインボーは先行手法が不可能であったことを可能にしたと言える。神経科学にブレインボーが出現したことにより、研究者は神経経路のマッピングが可能になり、またそれらが生体の精神的な活動や関連する行動に、 どのような影響を与えるかを調べることができるようになった。さらなる応用として、ブレインボーは神経細胞のマップの違いを解析することで、神経疾患や心理疾患を研究するために用いることができる。A. ブレインボーオブ・アランツ・イン、A マウス・エンブリオ、アズウェルアズサム・トラクテグラフ・クル・イメージゾオブ・シミラー、アランツ・ブレインボーの技術は、シーリ・ロックスプ・ v 特異的組み替えを用いる。 シーリロックスプ V 特異的組み換えは、最初に開発されたブレインボーはブレインボー1とブレインボー2の両手法を用いる。ブレインボー1とブレインボー2は異なるシーリロックスプ V。特異的組み換えによる手法である。ブレインボー3はブレインボー1の改良手法であり、2013年に開発された。いずれの手法でも、 蛍光タンパク質の発現は確率的でありランダムに発生させる。ブレインボをマイナス1はロックスプによって区切られた位置にそれぞれ異なる蛍光タンパク質の遺伝子を導入する。c ーリロックスプ v 特異的組み換えは同じロックスプ V 同士でしか組み換え反応を起こさないのですべての組み換えへの組み合わせに対して異なる DNA 配列が生成される。組み換え反応後 プロモーターの直後に置かれた XFP 領域がデコードされ、蛍光タンパク質が発現する。3つのロックスプ V で区切られた4種類の XFP が発現し、4つの異なる蛍光タンパク質が得られる。ブレインボーマイナスには C リロックスプ V 特異的、組み換えの1つのセグメントから複数の組み合わせを得られることを利用する。C リロックスプ V 特異的組み換えは組み換え時に、 セグメントを元の向きとは逆方向にして結合させることがある。これを利用して一つの DNA セグメントに逆方向に向いた二つの XFP を配置することで1セグメントからランダムに二つの異なる XFP を発現させることができる。このような DNA セグメントを二つ並べれば三通りの配置があり得る。セグメントの一つが切除される場合も含めると 二つのセグメントから四通りの発言があり得る。ブレインボーマイナス3はブレインボーマイナス1のロックスプ V をそのままに RFP、UFP RF、CFP 遺伝子をモランゲにイーグフップ、マケイト2に置き換えた手法である。モランゲにイーグフップ、マケイト2が優れる理由は二つある。一つはこれらの蛍光タンパク質は霊気スペクトルと蛍光スペクトルがほとんど重ならない。 もう一つは、これらの配列はあまり相当性がないので、免疫染色のプロトコルなどで抗体に対して、選択的に導入をする場合に有利である。ブレインボーマイナス3は、同時にファネッシル化した XFP を用いることで、一つの神経細胞の膜が均等に染色されない、問題も改善した。ブレインボーを生体に発現させる場合は2体の、 遺伝子導入させた生物を交配させる必要がある。一体には、組み換え酵素シールを、もう一体には、ロックスプと XFP を導入する。複数の XFP 遺伝子を導入し組み合わせることでおよそ100個の異なる色を発現させることができる。これによって、神経細胞の一つ一つが、確率的に異なる、組み合わせの蛍光タンパク質を発現し、よって異なる色相を持ち、 標識される。ブレインボーの蛍光は強焦点顕微鏡による脳断面の撮影によって観察することができる。蛍光タンパク質は霊気スペクトルにある光子を受けると発光する。このシグナルを赤、緑、青のチャンネルのセンサーで検出し、これを解析することで最終的な画像を得る。このため、異なる色相の神経細胞が重なると正確な。 画像を得ることができなくなるという問題点がある。2007年の発表以来、ブレインボーは主にマウスを使って実験、開発されてきた。しかし近年ではこの手法を他の生物に適用するための研究も行われている。あらゆるの神経画像技術と同様に、ブレインボーもいくつかの制限がある。ブレインボーを用いるためには遺伝子導入をした動物を少なくとも2個体育成し、 交配させる必要がある。これは非常に複雑で時間のかかるプロセスである。さらに言えば、たとえ遺伝子導入に成功し、交配をさせたとして、その子がそれらの遺伝子を継承しているとは限らない。故に、ブレインボーは実験の前に緻密な計画が必要になる。加えて、蛍光タンパク質の発現がランダムであるため、蛍光標識を精密に制御することができない。 特定の神経細胞がうまく識別することができない可能性がある。哺乳類は中枢神経系の神経細胞が驚くほどに多様であるため、ブレインボーを用いることが困難である。神経細胞の密度に加え、長い管を持った軸作があるために、CNS の多くの領域は高解像度で観察することが困難である。ブレインボーは複雑な細胞間の環境の中である。 単一の細胞を観察する場合に非常に優れた手法である。しかしながら、光学顕微鏡の分解能の限界のため、神経細胞間のシナプス結合を確実に識別することは容易ではない。ただし、この問題は、シナプス接続に標識をつけることである、程度回避することができる。ありがとうございます。